ブランバスがお客を乗せたまんま逆走ですからね。公共の幸福これなどうなってるのかしら？近頃。うん、えっ、ー、と盾は真珠の養殖に使う。貝の名前。おあ,あ、そうか。今日って言ってたな。女の顔以外はすぐに忘れちまう。あの。 この店は裏路地だし車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む変な暴走事故続いてるだろう。<laughs> 興味ないな。<laughs> また来るよ。<laughs> はあはあ、コーヒーいっぱいで4時間かよ。お前が例のあれかア・レ蓮です。お世話になります。はあ どんな悪ガキが来るかと思ったらお前がねさサらクそうじろうだ。うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか。ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツぐらいはくれてやるよ。 あとは自分で片付けろ一応事情は聞いてるよ傷害罪か人は見かけによらないな